96. Yo, yo, check it out. It's party time. キャンギャル、それは商品や企業の広告塔となるイメージキャラクター。1969年の Oh, 猛烈の小川ローザに始まり、20年の歴史を誇るクラリオンギャルド、キャンギャルはいつの時代も今の女の象徴としてピッカピカに輝いてきた。そして現在女優やタレントで活躍するスターには驚くほどレースクイーンの出身者が多い。だから今年のクイーンを全部知りたい、101匹猫ちゃん大集合。クレレーシングチームミズミスモの鈴木文香です。天秤座の A 型です。猫です。ニャンニャンしたいです。一緒トーチマニアックな人が好きなんで全然 OK です。私は西村雅彦さんのファンなんで、ぜひ西村さんと古畑任三郎のトークをしながら寝てみたいです。アムロナミエちゃんとか好きなんですけど、どこへでも96カストロールレーシングチームの佐藤あゆみです。私は24歳です。チャームポイントは眉毛です。爽やかな好青年な人がいい。寝る前にはですね、私はよく夜食を食べるんですけれども、なんかバリバリ食べてから寝ます。おすすめは、そうですね、木村屋のアンパン。96年アドバンギャルの久留美香織です。21歳です。笑顔です。思いやりのある人、男、ちょっと味わってみたい。一生懸命何事も頑張って自分でやっていきたいと思っているので、好きな言葉です。今年1年間一生懸命頑張りますので、皆さんも応援してください。よろしくお願いします。ポルシェ、犬、チェロキ、長い休み、 CD ウォークマン、サファイア、ワンピース、犬の赤ちゃん、特にない時間、彼氏、マンション、金属、車の免許、オープンカー、ワラビ、オープンカー、ボディーボード一式、黄色かシルバーのセブン、犬とか、ポルシェ、幸せ。神奈川クリニックレーシングチームレースクイーンの椎名美奈です。最近ダイビング始めて、今はやってないんですけど、昔はサーフィンとかジェットスキーもやったり、海関係は何でも、水泳もやりますし、何でもやります。ボディーボードはね、2回ぐらいしかやったことないんですけど、今年ちょっとチャレンジしようかなと思ってます。オートテックレーシングチームの大塚かなと申します。チャームポイントはこの表情です。くるくる変わる表情です。今まではあんまり食べたことがなかったんですが、焼き鳥の種類がすごいたくさんあるっていうのを知って、で今結構ハマってます。ジャックスレーシングチームの片石孝子です。チャームポイントはないんですけど、元気なところです。好きな男性のタイプは嘘をつかなくて優しくて元気な人です。レース場で撮ってくれた写真とかを大きくしてもらうのがすごい嬉しいです。ちっちゃくても別に嬉しいです。パナソニックレーシングチームの近藤真奈美です。21歳です。指とエクボです。面白い人が好きです。ビデオとかを見たり出かけたり、一生懸命頑張りますので、私たちと一緒にカルソニックレーシングチームを応援してくださいね。チームラークマクラーレン GTR ピットガールの藤川美代子です。あー、ね、焼肉とおったお寿司大好きでいっぱい食べますよ。おすすめはですね、疲労の牛腕、狂っちゃう犬、ね、もういつももっとムツゴロウみたいに戯れるわ。神奈川クリニックステラの須内美穂子です。タイプぽっちゃりしてて優しい人。休日の過ごし方は半日寝てお昼頃に起きて買い物に行って、でブラブラしてます。ハンニョジンの真似、ハンニョドンの真似。96年アドバンギャルの福澤美穂です。21歳です。自分が好きになった人がタイプです。何かに例えるとボケボケしてるんで、ノロマの犬。1年間私たちとチームアドバンを応援してください。エンドレススポーツの浅岡ひとみです。チャームポイントは目とこの八重歯です。今年の夏はエンドレスカラー の青の水着を着たいと思っています。私はビキニがいいですね。私と飲みに行ったりとかもしますね。チームタイさんの STP サーキットレディの杉浦美幸です。
デートしてみたい人はいる。藤井フミヤ、チェッカーズの時大好きだったんで。現在4年目キャンギャル街道まっしぐらですか。30歳まで続けたいと思います。なんちゃって。チーム ABEX ドームの山下栄です。優しく包容力のある人が好きです。今はモデルとしてやってるんで、シェイプアップするためにストレッチ運動とかしたりとかしてます。 Wow, check out these babes! 今年もなんてキュートでセクシーなギャルばかり。ミニスカショートパンツにもちろんハイレグティーバッグ、セクシードールのオンパレード。君がチェックしたいのは一体どの子？このビデオを手に入れた君、 Yes, you are the lucky one! に全てのチェックを very hard 4回楽しむのが more better。 ここでちょっとサウンドブレイク。お楽しみはこれから。 get fired up。 どこへでもテレテテ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 テ、もしも願いが感じが過ぎて見え決めたガンダガンダ七色の虹があとどれくらい切なくなれ、涙の数だけ強くなれ。まだまだ続くギャルパラビデオ、チェックアウト。じゃあね。じゃあね。わかった。 Sei vorsichtig mit dem Rennfahrer。大丈夫。 Besonders mit Hattori。 ところで、あんた、誰？スピードアップ、ラルフデポン。一度だけ、二人の人を同時に好きになったことがあった。好き。一人はすごく優しくて、私のわがままを全部包んでくれた人。もう一人は全然逆、自分勝手で強引で子供みたいで好き。結局一番わがままだったのは私かもしれない。二人を傷つけて楽しんでたみたい。